バキューム様、わらはギュッてしてほしいのじゃ。あ、バキューム様だ。いいな、メロリだけずるい。そなたたちもおいで。え、バキューム様。悪いな、メロリ。そなただけひいきにはできぬのだ。バキューム様はいつだってそうじゃった。何ぶつくさ言ってんの。この足どけてくれよ。たく行儀悪いな。それは何をしておるのじゃ。え、袋に金を詰めて何をしておるのか聞いておるのじゃが。か、借りてたお金返す準備だよ。ふん、びっくりした。急に抱きついてくると思わなかった。っていうか当たってるんだけど。触りたいのか。良いぞ。は、お前なら良い。は、はい。いつもお前がチラチラ見てきておるの知っておるぞ。バレとらんと思うておったじゃろ。ほれほれ。いや、これ絶対からかってるだろ。この子は俺の反応を見て面白がってるだけなんだ。良いぞ。だからからかってるだけなんだってば。おい金子ば、金返せ。はははは、い、おかおかおかお金返します。お、おう、お前なんか今日テンションおかしくねえか。なんかあったか。なななな、何もないっすよ。不気味な野郎だぜ。もう金貸すのやめるか。さようなら。このタイミングで来てくれてよかった。もまんのか。お、からかうのはやめてくれ。あと俺、いつもチラチラなんて見てないから、変な勘違いしないでくれ。もうバイト行く。なんじゃ、喜ぶと思うたのに。まったく、人の気も知らないで。本気にしたらどうすんだよ。痛い痛い。ん、どうしたのおっちゃん。ほらこれ、今日給料日だったろ。ありがとう。って、あれ、なんかいつもより多くないかそれ。まあな、うちの店、ジョーちゃんが手伝ってくれるようになってから、ずいぶんお客さん増えたろ。最初はみんなジョーちゃん目当てが大半だったんだけどよ。近頃は、料理の味もうめえからってリピートしてくれたり、家族と一緒に来てくれるお客さんが増えたんだよ。こう見えてかなり繁盛してんだぜ。確かに、前よりお客さん増えてるかも。だから、うぶきにやれる給料も増えたっつうことだ。ありがとう、うっちゃん。礼なら、ジョーちゃんに言ってやれ。うぶきのためにあんなに頑張ってくれてんだからな。そうだね。メロリには本当に助けられてるよ。あのジョーちゃん、よっぽどうぶきが好きなんだな。そそ、それは違うから。メロリにとって、俺はただの飯だし。はあ。もみじ町に続いて、今度は桜町でも不審死事件が発生しました。今朝見つかったのは、成人男性10名、いずれも死亡が確認されております。なお、未だ死因の特定には至っていないようです。事件なのか事故なのか、はたまた新種のウイルスなのか、男性の皆様、外出の際はくれぐれもお気をつけください。人間というのはよっぽど騒ぐのが好きなようだ。本当に鬱陶しい。いっそのことここにいる全員の生気を吸い尽くしてしまおうか。そしたら静かになるだろう。と、思ったが今はやめておこう。腹がはち切れてしまう。嘘、でしょ。ふおー、やはりスレンダーな女性は素晴らしい。貧乳最強、貧乳しか勝たん。キモ。教祖様。何ですか、そんな大声を出して、貧乳様がびっくりしてしまうでしょう。し、も、申し訳ございません。でも、それどころではないのです。聞いてください、教祖様。バキュームが、バキュームがいたんです。バキュームに仲間がやられました。何ですって。やっぱり、教祖様の話は本当だったのですね。今まで半信半疑でしたが確信しました。バキュームが我が教団を滅ぼしにやってきたのです。少し落ち着きなさい。ゆっくり何があったのか話すのです。昨日、私と彼はバキュームを見つけたんです。それは本当ですか。はい。それで後をつけていたのですが見失ってしまい、私は向こうを探してくる。しかし、その後彼は帰ってきませんでした。今朝になって人だかりができている場所があったので、何かあったのかと覗いたんです。そしたらそこは不審死事件があった現場でした。彼は帰らぬ人になっていました。最近多発している例の事件は全部バキュームの仕業だったのですよ、教祖様。バキュームが？なんか教祖様汗すごいですね。本当に存在していたのか、バキューム。醤油切らしてたんだよな。なんじゃこれ。これは人間の食べ物か。何やってんだろう。
メロリー、そろそろ帰るよ。って。それ欲しいの？ん？飲んでみる？貸して。今開けてあげるからちょっと待ってな。はい、どうぞ。お前、これに金を使ってよかったのか？うん、給料増えたから特別にね。美味しいか？あんまりじゃな。鶏のステーキの方がうまい。そっか。あとは飲め。メロリ、ありがとう。よいよい、それはわらわの口には合わんからお前の養分にするのじゃ。あ、これのことじゃなくて。ん？それ以外に礼を言うことがあるのか？いや、ありがとう。よいのじゃよいのじゃ。あ、金子まおぶきくん、だよね。え、アメミヤさん？久しぶりだね。久しぶり。こんなところで会うと思わなかった。学校帰り？うん。金子まくんは何してたの？ん？ん？どうしたの？あ、あちらの方は金子まくんの彼女さん？彼女？私金子まくんとはただの元クラスメイトのだけなんです。それでは失礼します。違うんだ、メロリは彼女とかそんなんじゃなくて。え、うぶきはわらわのじゃ。メロリが一体何を考えているのか俺にはわからない。でも一つだけわかってしまったことがある。この間までアメミヤさんに憧れていたはずなのに、恋愛なんかしてる余裕はないはずなのに、俺の心の中はもうこの悪魔でいっぱいなんだって。はあ、君たちって相変わらずラブラブなんだね。豚山くん？ここ外だよ。違うんだ、これは。うぶきはわらわのじゃぞ。あ、お姉ちゃんだ。またバケカバトルしようよ。来るの、キュアークワッパー。豚山くん、ごめん、俺、あんな振り方しておいて。今の俺には恋愛してる余裕がないんだ。メロリのことを。別に僕に弁明する必要はないよ。君が彼女に恋することで僕に悪いと思ったり、わざわざ断りも入れなくていいんだ。恋ってのは自分の意思でしようと思ってするんじゃなくて勝手に落ちてるものだって僕は思うから。だから君は気にしなくていい。それに僕は僕でね、もう前に進み始めてるんだよ。ついさっき SNS で恋人募集もしたところだし。ちょっと待って、それすごい個人情報をバラしてるけど大丈夫？え、すぐ消しなよ、危ないって。また守られてしまった。豚山くん、意外と抜けてるとこあるんだな。あ、そうだ金駒くん、今朝のニュース見たかい？ニュースって？例の不審死事件が桜町でも起こったそうだよ。え、あのもみじ町で相次いでる不審死のやつだよね。うん、まだ死の原因は分かってないみたいだけど、被害に遭ってるのは比較的若い男性なんだって。だから金駒くんも気をつけた方がいいよ。分かった、豚山くんも気をつけてね。やはり若い方がうまい気がするな。人間は家畜に比べればどれもうまいが、せっかくならよりうまいのを吸いたい。くわー、今日のバイトはこれで終わりと。そういえば不審死事件が桜町でも起こってるんだっけな。怖いな、急いで帰ろう。ああ君か、もしかして俺を心配して迎えに来てくれたとか。いや、君はそういうことしないか。どうせ飯を食べに来たんだろ？さっき吸ったばっかなのに、もうお腹空いたんだね。君って本当大食いだよね。仕方ないな。死なない程度にしてくれよ。なあ、聞いてるのかメロ。に？ああ。え？君誰？うぃー！うまい。なんだこのステーキは、うますぎる。